町田市のニュースをいち早くお届けする町テレシティスクープ。今回のラインナップです。今年10月、町田エコフェスタ2011を行いました。今年9月からプレミアム付きの商品券、ひらり町田プレミアム商品券を販売しています。秋の全国交通安全運動に合わせて町田市民交通安全フェスティバルを行いました。町田市では10月2日環境問題について市民の皆さんと共に考え交流し合うことを目的として町田エコフェスタ2011を行いました。このイベントは昨年まで町田ゴミフェスタとしてゴミ減量やリサイクルを目的に行ってきましたが、20回目の今年名称を町田エコフェスタと改め、ゴミだけでなく広く環境について考えることを目的として開催することとしました。イベントの企画運営は環境問題に関心の深い市民団体事業者の方々で構成する実行委員会が主体となって進めてきました。今回の特徴はエコに関するアイデアや取り組みを紹介するブースが多数あることです。中でも風力発電装置のブースでは自然エネルギーを利用した発電方式を紹介しています。また市内の小中学生の作品を展示した環境保全ポスター展では子どもたちの身近なゴミや環境についての思いが込められています。町田市ではこれからもゴミの減量や資源化、環境問題について市民の皆さんと共に考え交流し合える機会を作っていきます。町田商工会議所は今年9月からプレミアム付きの商品券きらり町田プレミアム商品券を販売しています。商品券の販売価格は1冊1万円で1万1000円分の買い物ができます。3月11日に発生した東日本大震災に伴う消費の落ち込みは町田市内の事業者にも大きな影響を与えました。そこで町田市では市内の消費活動を促進して経済の活性化を図ろうと町田商工会議所が行うプレミアム付き商品券の発行事業を支援することにいたしました。この商品券は百貨店やスーパーなどの大型店のほか飲食店や美容室など市内およそ1800の登録店で利用できます。なお商品券には A 券と B 券の2種類があり、A 券は全登録店で、 B 券は大型店以外の中小の登録店で利用できます。有効期間は12月31日までです。現在町田商工会議所や町田ツーリストギャラリーなどで商品券を販売していますが、今後は販売場所を増やすなどより多くの方が気軽にご利用いただけるよう取り組んでいきます。町田市では9月25日、秋の全国交通安全運動に合わせて町田市民交通安全フェスティバルを行いました。昨年度の交通事故発生件数は1693件で4名の方が亡くなりました。中でも自転車と二輪車の交通事故は重大事故につながりやすいため、今年のフェスティバルでは悲惨な交通事故を1件でも減らすことを目的として自転車実技教室や二輪車の講習会を行っています。当日は多くの市民の方が会場を訪れ、自転車実技教室に参加したり、体験ブースでシートベルト着用効果の体験や運転のシミュレーションなどを行っていました。町田市立国際版画美術館で企画展版画で作る脅威の部屋へようこそ展を開催しています。15世紀から18世紀のヨーロッパでは珍しい動物の剥製や標本などあらゆるものを集めて陳列する脅威の部屋が流行しました。この展覧会では解剖図や空想の生き物などの版画や書籍およそ200点を展示して脅威の部屋を再現します。版画で作る脅威の部屋へようこそ展は11月23日まで開催しています。町テレシティスクープ、詳しくは町田市ホームページをご覧ください。